こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。これはまだ出回っていない情報です。F3 戦闘機計画が米国との合同開発が進みそうな雲行きになってきました。これにはお互いが合致する技術の交換により開発費を削減させる狙いがあるみたいです。我が F3 戦闘機計画は日本主導で開発が進むことを政府が閣議決定しています。日本の戦闘機なんですから日本が主導で開発するのは当然のような気がします。F2 戦闘機の時はちょっと違ったんですよね。それを踏まえて F3 戦闘機開発は日本ブランドを前面に出していくとの話。だが、米国の無人戦闘機技術もかなり気になるのは日本としても同じ。米国は日本の IHI プロトタイプジェットエンジン XF9 が気になるみたいですよ。やはりすごいジェットエンジンと米国は理解できたんでしょう。ではその XF9 の話をしていきましょう。2018年6月、日本の航空、軍事市場において特筆すべき出来事がありました。長年の悲願とも言うべき日本国産のジェットエンジンが完成し、プロトタイプの一機とは、家開発メーカーである IHI 社、旧名、石川島播磨重工業から、無事に防衛装備庁に納入されたのです。このジェットエンジンこそ XF9-1 と呼ばれる航空機。戦闘機用のエンジンで現在の国際的水準に照らしても全く引けを取らないどころか最高水準と称される素晴らしいものなのです。タイトルにあるカタログスペックというのは、製造メーカーが公表している製品の仕様や性能のことです。いわば自分たちの作ったものの性能説明ですから、普通は悪いことや欠点は公表しないでしょう。いいことずくめになるのは容易に想像できますね。しかし、XF9-1 においては、親のひいき目ではなく、真実優れた画期的なエンジンと言われているのです。今回納入されたこのプロトタイプの XF9-1 エンジンですが、アフターバーナーを使用した場合の推力は15トンに達しており、この数字はアメリカの F-22 ラプター戦闘機、ステルス戦闘機の F-119 エンジンの同 15.9kg と比べてみても遜色ない数字です。むしろ XF9-1 が勝っているという意見もあるそうです。ちなみに同じくアメリカのステルス戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機の F-135 エンジンも優れものと言われていますが、アフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンだそうです。XF9-1 エンジンはそれより低いのですが、何と言っても今回はプロトタイプです。それを考えてみれば、今後 XF9-1 の性能向上も考えられるので、
推力アップも期待できると思われます。ここで解説しますが、アフターバーナーとはエンジンから放出される排気ガスに対し、直接燃料を噴霧して、燃料を追加して、さらに燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。XF9 の1のエンジンは、アフターバーナーなしでも11トンという推力を記録しているそうです。そもそもの話になりますが、XF9 の1エンジンが世界的な注目を集めた理由は、今までは国産エンジンの分野で、こうした第一線で活躍できる一線級の性能を獲得するのが難しかったのです。しかし、困難を乗り越え、見事に世界に通用する優秀な性能を持つことが、実際に証明されたことで、世界中の目を集めることになりました。現在就役している航空自衛隊の F2 戦闘機ですが、その昔、国産ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台として開発すると、決定されたことがあります。なぜ、アメリカの戦闘機を?という疑問が大いに湧き上がったのですが、大きな理由の一つが、搭載するエンジンの日本国内での開発が、できないということでした。この時、悔し涙を飲んだ技術者たちにとっては、XF9 の1のエンジンは、まさに快挙と言えるでしょう。その当時も、日本独自で戦闘機開発をという意見はありました。しかし、アメリカに対する政治的な思惑や、戦闘機の機関部分を国内で製造するのが難しいという現実を考え、諦めた過去がありました。でも、今は状況が変わりました。いよいよ、日本での国産化エンジンに目処がついた状況になったのです。因縁と言うべきか、現在就役中の F2 戦闘機の後継機となる F3 戦闘機は、日本単独ではなく、アメリカとの共同開発になる予定とされていますが、この XF9 の1エンジンを日本が生産できるようになったことで、選択の幅が広がったということは間違いないでしょう。何と言っても、XF9 の1エンジンは戦闘機用エンジンに、今一番求められている小型、軽量という2つの必須要素をクリアしているのです。しかも、推力は15トン以上という素晴らしい能力を確保していることが、飛び抜けていると言えるでしょう。XF9 の1エンジンのサイズを具体的に紹介しますと、前述の F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが、長さ 5.16M 直径 1.168M です。対して、XF9 の1エンジンは、長さ 4.8M、直径 1M ですから、一回りほど小さくなったわけですね。コンパクトな印象と思われます。エンジンに必要な推力を大きくしたものを製造するのなら、サイズを大きくすれば、意外と簡単と言えるようですが、XF9 の1エンジンはこれほど小型なのに、強力に仕上げられているという点が、
最大のメリットと言えましょう。というのは、現在の戦闘機において欠かせないと考えられているのが、機関部を小型化することなのです。これは、戦闘機のステルス性能を高めるためでもあり、同時に、兵装、爆弾、ミサイルなどを機体内へ収容する際にその量を増やせるという、いわば一石二鳥の効果があるのです。ステルス戦闘機を独自に開発するとなれば、言うまでもなく、こうした兵装収容のためのウェポンベイ、爆弾装、軍用機内のミサイル、爆弾の収納スペースの、技術的ノウハウなど、いろいろな問題が山積しています。しかし、まずは、最大の関門であるエンジンの小型化が、クリアされているのですから、なんとも心強い思いがします。2019年6月の航空見本市では、XF9 の1エンジンの水力変更ノズルも、開発中ということが公表されました。この発表は、実用化に向けた準備を着々と進めているという事実を、強く印象づけるものとなりました。この水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、戦闘機の進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンの場合は、ノズル式の装置によって最大範囲20度内で、機体のコントロールが可能ということです。ここまで開発が進んでいる XF9 の1エンジンですが、心配なこともあります。というのは、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに定まっていない状況なので、せっかくのプロトタイプが活用できないのではないかという悪い予想もされているようです。しかし当事国である日本よりも、次期戦闘機 F3 を注視している国があると言われています。しかも、その取り上げ方が日本からすれば、なんで、こんなに大げさに?と笑っちゃうぐらい重要視しているようで、逆に呆れてしまうぐらいの真剣な論調を展開している国があるのです。その国こそ韓国というのが意外ですよね。日本を仮想敵国と考え、領海ギリギリで違法操業をしたり、ことあるごとに様々な圧力をかけてくる中国ならまだわかります。しかし、曲がりなりにも同じアメリカの同盟国であるはずの韓国と日本。なのに、韓国は日本が第6世代戦闘機となる F3 戦闘機を開発していることに警鐘を鳴らしています。今のところ、どうなるのかすらわからない次期 F3 戦闘機計画。その計画について、そこまで気を回されていると思うと、韓国は日本を過大評価しているのか、と感じて、何やらくすぐったい気持ちにもなりますが、韓国にとって、日本は何かあれば、すぐ仮想敵国の位置に置かれてしまうのか、と、暗淡たる思いもします。太平洋戦争から、すでに70年以上過ぎていますが、日本に対抗するつもりか。韓国では、
原潜や航空母艦配備への動きが盛んです。隣国の軍備が一体どこに向かおうとしているのか、気にせざるを得ない状態が続くと思われます。